こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。積分の偏差値をバコッと上げましょう。こんな問題です。括弧1番インテグラル x×e−2x乗dx ですね。で括弧2番がそこに定積分になりましたよと、部分積分の問題ですね。関数×関数で x を微分したら1になるので、部分積分でこの x の方の次数を落としていきましょう。部分積分って何ですかというと、インテグラル fxg'x の dx っていうものがそのまままずこのダッシュをのけた関数がバコーンと出てくるんですね。そのままでここはマイナスインテグラル、このダッシュが逆になるわけですね。ですので部分積分というのはそのままマイナスインテグラル逆と覚えてあげると、すぐにできるようになります。ちなみにここのマイナスがプラスになりやすいので、なかなかこう練習あんまりできてない方は、注意してください。さてやっていきましょう。括弧1番インテグラル xe−2x乗dx なんですが、こっちを微分の形にしてあげると、そのままマイナスインテグラル逆で微分が逆になるので、こっちが微分されることになりますね。ということでこっちを微分の形で表現してあげて部分積分を使っていきましょう。では、e−2x乗をパチンと微分した形にするんですが、微分するとe−2x乗は合成関数の微分で、ここに −2x の微分がかかるわけですね。ということで −2e−2x乗になってしまうので、両辺 −2 で割ってあげたと思ってあげれば、−1/2e−2x乗の微分っていうものが e−2x乗になりますよね。ということでここに来るのは −2/2e−2x乗になりますよと。さてさて部分積分法を使いましょう。ではもうこのまんまの形になっているので、まずはそのままマイナスインテグラル逆なんですが、ここの係数間違いやすいので前に出しておきましょう。 x に関係ない数なのでピョンと前に出せるわけですね。ということで −2/1 インテグラル xe−2x乗の微分 dx という形ですね。はい。さあでは部分積分法を使ってあげて、そのままバコンと出して、そのままマイナスインテグラル逆ですね。ということで x の微分かけ e−2x乗dx という形になりますね。さてさてマイナス2分の1xe−2x乗マイナス、ここが1になりますね。ということで e−2x乗を積分するわけですが、微分して元に戻ればいいわけですよね。まあ、さっきも書いたんでもう一気にやっちゃいますけど、−2/e−2x乗にしといてあげると、これ微分するとマイナス2がかかってちゃんと元通りになりますね。はい。で最後積分定数プラス C を忘れず書いておきましょう。さてさてではまとめていきますか。 e−2x乗がとりあえず前に出せますね。 e−2x乗が前に出て、残るのがここ x ですね。こっち残るのが、+2分の1ですね。ということでプラス2分の1プラス C になりますよと。でここの分数嫌なので、2分の1もう1個前に出しておきましょうか。するとマイナス4分の1e−2x乗2x プラス1プラス C になりますね。で最後に、数学検定はここlargeC は積分定数と書いておかないといけないです。まあ数学検定に限らずなんですけどね、あの不定積分の時はちゃんと C は積分定数と書いておきましょう。ぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。積分定数です。はい、これで答えになりましたよと。さて括弧2番は定積分になっただけですね。インテグラル −2/1から2/3までの xe−2x乗dx なんですが、この積分というのはもう括弧1番でやったのでそのまま流用してあげましょう。大括弧の −4/1e−2x乗2x プラス1の −2/1から2/3ですね。
でここでバコーンと上端代入してマイナス下端をバコーンと代入するわけですが、このマイナス4分の1をそのまま残して計算するとミスの元なんですね。ということでこのマイナス4分の1を前に出した形で代入していきましょう。ちょっと丁寧に書きますね。マイナス4分の1大括弧 e のマイナス 2x 乗括弧 2x プラス1のマイナス2分の1から2分の3という形ですね。では上端の2分の3をボーンと入れてあげると、e のマイナス 2×2 分の 3×2 ×2 分の3たす1という形ですね。めっちゃ丁寧ですね、はい。でマイナス加端を入れるんですが、これ 2x プラス1の x にマイナス2分の1入れるとマイナス1になりますね。マイナス1たす1で0になるので、ここはバコーンとなくなっちゃいます、はい。ということでこんな形ですね。では、マイナス4分の 1×e のマイナス3乗ですね。で3たす1で4になりますよと。ではここがパンパンと約分されてマイナス e のマイナス3乗なんですが、マイナス3乗は逆数になるのでマイナス e の3乗分の1になりますよと。これがこの問題の答えですね、はい。まあもう本当典型的な部分積分の問題でした、はい。合格できる。